先生、お疲れ様です。肩揉んであげるね。そのまま聞いてほしいんだけどさ、先週はごめんなさい。意味わかんなかったよね。いや、意味わからなくていいんだけど、私も意味わかんないし。それはそれでムカつくけど、まあいっか。先生、今週もお疲れ様です。